沈黙の春は、1962年に出版された、レイチェル・カーソンの著書。DDT をはじめとする農薬などの化学物質の危険性を鳥たちが泣かなくなった春という出来事を通し、訴えた作品。発売されて、半年で50万部も売れ、特に、ブック・オブ・ザ・マンス・クラブや、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリストに選ばれてからよく、売れた。 1964年に新潮社から初めて日本語に訳された蔡の題名は生と死の妙薬自然均衡の破壊者、化学薬品だった。翻訳は青木良一。現在は上記のタイトルで文庫版が刊行されている。レイチェル・カーソンのこの著作はあまり知られていなかった農薬の残留性や生物の欧縮がもたらす生態系への影響を公にし、 社会的に大きな影響を与えた。カーソンの指摘により、生体内に蓄積し食物連鎖により濃縮され、安全性に問題が発生する可能性のある農薬には基準値が設けられ規制されるようになった。このような規制は米国だけでなくて、世界中の先進国に広がりを見せ、近年にまで続く環境保護思想の源流のうちの一つにもなった。日本でも、 カーソンの指摘通り、当時は安全だと思われて牛乳に含まれていた BHC の危険性が認知されたり、また、金ミ輸症事件や4大公害病などの大規模公害を経て、同じく当時は無害だと思われていた PCB の、の放ズな使用やメチル水銀の生物濃縮の危険性が認知され、化学物質の審査及び製造等の規制に関する、 法律など様々な規制が生まれるに至った。従来の規制では、直接的に化学物質と接触して、被害を及ぼすような毒撃物の製造、使用等の規制や排出ガス、排出水等の規制だけだったが、新しく生まれた規制は長期間にわたって人体に、残留してじわじわと健康に被害を及ぼすリスクに、対応した点において、これまでの化学物質の安全性に関する、 考え方を根本的に覆すものだった。一方で、執筆から40年以上経過した、現時点の最新の科学的知見から見ると、その主張の根拠となった1950年代の知見の中には、その後の研究で疑問符が付けられたものも存在する。例えば当時は DDT に発願性があるという見解が多かったが、長期間にわたる追跡調査は DDT による、 人間に対する発言性に関しては未確定であり、国際眼研究機関発言性評価においては、グループ2倍との人に対して発言性があるかもしれない物質とされている。ワニに発生した異常に関する記述では、オスのワニが生まれなくなった要因は、DDT 等の農薬ではなく、卵の温度だったと後に判明した。しかし、ワニの数が激減し、 産み落とされた卵の多くは孵化せず、生まれたオスは、ペニスの大きさが正常の1、4程度しかなく、オスであるにもかかわらず、卵巣を持っていたり、血液中の男性ホルモンの濃度が極端に低く、ホルモン分泌がメスに近い状態であるなど、その他の部分については今なお農薬との関連が、指摘されている。DDT を禁止した結果として、発展途上国で、 多数のマラリア患者が発生しなくなったとして一部にカーソンを非難する声がある。しかし実際のスリランカ政府は1962年の時点で患者が31人にまで減少したことから国内のマラリアがほとんど撲滅されたと判断し予算節約のため DDT 散布を中止したのであって米国発の DDT 禁止運動とは無関係だったしスリランカでは DDT 散布が禁止されていなかった。ところが、予算節約のために DDT 散布を中止した結果、1968年と1969年、第1四半期には、スリランカのマラリアは60万にぶり返してしまった。事態を重く見たスリランカ政府は DDT を再度使用するが、この時すでにカーソンによって指摘された通りに、 現地の蚊が DDT 体制を獲得しており、DDT を散布しても効果がなく再びマラリアが激増してしまった。スリランカ政府が DDT の代わりにマラジオンを散布することで、スリランカのマラリアは1990年から1993年に28万人から32万人台へ、1994年から2000年に14万人から27万人台へ。 2001年に66,522人、2002年に41,411人、2003年には15,10人と減少していった。2016年9月には風によってスリランカのマラリアが撲滅されたと発表された。また本書が DDT の世界的な禁止運動のきっかけとなった点についてもレイチェル・カーソンなどが実際に主張したことは農薬利用など、 マラリア予防以外の目的での DDT の利用を禁止することにより、マラリア化が DDT 体制を持つのを遅らせるべきだという内容であって、カーソンはマラリア予防目的であれば、DDT の利用禁止を主張していなかった。このように誤解に基づいて、沈黙の春や作者のカーソンを批判する人間がいることに対して、ニューヨーク大学のマイケル・ワード、 バート・カー・両教授らは、カーソンの主張を支持した上で、カーソンへの批判派が、DDT の安全性の根拠として今も、頻繁に引用する、DDT を添加した餌を与えられた記事では、そうでない記事よりも卵の負荷率が高まったという1956年の報告を再検討し、批判派が元データに対して、恣意的な操作を行っていることを指摘し、沈黙の春が、 環境政策に影響を与えることができた時代には、科学と科学者が一般国民から信頼を得ていたのに対して、そのような信頼が低下した現代ではカーソンに対する科学的根拠を欠いた抽象がはびこるようになったと指摘している。また、安価な殺虫剤である DDT の田畑での農薬としての使用は途上国では最近までほとんど減少せず、猛筋類や水生生物の減少による、 生態系破壊はそのままで DDT に耐性を持つ化を増やす結果となった。現在では途上国においては蚊帳への使用という限定的な条件で DDT の使用が認められている。一方、人類史的な視点からは、それまで生態系などへの環境に対する影響自体が軽視されており、後のアースディア国連人間環境会議のきっかけとなった本作は、 環境と人間との関わりから、環境問題の告発という大きな役割を果たし、人間が生きるための環境をも見据えた、環境運動への先駆けとなったのである。野生生物への影響世界を騙し続ける、科学者たち第7消費低再び、レイチェル・カーソンへの修正主義者の攻撃、ナオミ・オレス・ケス、エリック・エム・コンウェイ、ナオミ・アレス・キーズ、エリック・エム・コンウェイ、 福岡洋一、サムレッスンズフォーザフューチャーフロムザグローバル、マラリアエラディケーションプログラムパブリッシュド、ジャニュアリー25、2011https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ1ト1 3 7 1スラッシュジャーナルドット pmed.1000412、フーサーティファイズ、スリランカマラリアフリー、ハットティムランベール、ファクツオン DDT、アンドマラリア、 デルトイド、2012年1月9日閲覧。JAN、MD ワード、B、カー、Abuse of、Rachel c a r s o n And Misuse of DDT Science in the Service of Environmental Deregulation, Anc, Chem, INT, Ed.2017、56?1026。Fake News and Chemistry, From DDT to Climate Change。ありがとうございます。